どうも皆さんお久しぶりです。ゆっくり霊夢ちゃんだよ。そんでガヤ担当の、ぎっくりマリサだぜ。まだ治ってねえのかよ。そんな早く治るわけねえだろ。いつもは次回か早かったらワンカットで治ってるじゃねえか。まあさすがにぎっくり腰は治るのをせえよ。待て待て、私過去の動画で足をられたり手首回転させられたんだが。まあお前はギャグ漫画路線の世界線で生きてるから。なんで私だけなんだよ。しょうがないよね。しょうがなくしてんじゃねえぞ。いやそれはどこに向けたツッコミなんだよ。さて今回はコソ泥構成でやってきました。デッドハード以外は泥棒っぽいパークだな。出るアイテムによって試合が大きく変わる。いつもとは違うドキドキ感がたまらないぜ。ちな治療キットが出なきゃ自己治療できない模様。そうなると詰むよね。まあ出しちゃうんですけどね。出しちゃうのかよ。よしよし、紫治療キットはなかなかいいぞ。治療キットの最上位だからな。これは流れが来てる。ワイプッシュだ。もうちょい頑張れん。これがうちのチャンネルの限界。限界が早すぎるんご。あと何さらっとゴミ出してんだ。工具箱ゴミとか言ってんじゃねえよ。じゃあその持ってる治療キットと交換。はい、霊夢ちゃんが助けに来たよ。その都合悪くなると編集の力使うのずるくない？ほら治療早い。いやあそこで工具箱も使えなくてよかったわ。やっぱ霊夢ちゃん先見の明が。いやお前もセリフの途中でカット入れやがったな。霊夢ちゃんのいいところだっただろ。ただ治療してただけじゃねえか。こっちは好感度回復とかいろいろあんだよ。ヒーフェイスボークの音を。あとは頼んだ肉壁一部直すべきはそういうところじゃね。いや私が治療したんだから怪我1回分は私のために使え。これは根っからのクズですわ。うローリーよ、治療された恩返しにチェイスを引き受けてくれるなんて。お前になすられただけだよ。お前のことは絶対に忘れないぞ。まだ死んでねえよ。いやこんな最序盤で2回も釣られたら死ぬでしょ。仲間を見捨てるのが早すぎるだろ。何ヘラヘラしてんだ。発電機2台ついたけどあの人釣られちゃったか。まあこの状況ならあの人は死ぬな。まあそんなわけで死ぬ前に私のポイントになってくれ。仲間を見捨てることに関してゆっくり界隈でたの追随を許さないな。褒めても何も出ませんよ。褒めてねえよ。いやでもたの追随を許さないってことは1位独走ってことじゃないですか。1位ってすごいことじゃん。ポジティブか。嫌な方向にポジティブすぎるだろ。さて死が確定したローリーは最後に有能の証明を発揮。最後の最後までチームに貢献してくれるその心意気よし。お前はどこの立場の人間なの？やって見つかった。ここに来てやっとチェイスか。最近チェイスの動画減ってきてるよな。チェイスは基本カットなしで編集するんだけど、ロングチェイスになるとカット使えなくて編集がしんどい。などと供述しており、最近の編集の手抜きを認めています。くっそさっきのとこで負けなかった。さて苦手としているにまどこじ、ここでチェイスはできるのか。沼る未来しか見えないですね。もうちょっと諦めてるじゃねえか。だって今時素直ににまどを追ってくるキラーなんていないし、そこをなんとか頑張れよ。しょうがない。はい、ここで落ち着いてしゃがみます。リンちゃんは草のないとこで歩かれるときつい。そしてフェイスボークが終わったらリンちゃんに突撃。なんでだよ、かわしたじゃん。なんでわざわざもらいに行ってんだよ。このおじさんに JK のぬくもりを伝えたかったにゃ。気持ち悪いな。あと泣くほどのことじゃねえだろ。感情移入のプロか。やべえ、近くにいたがない。このままだと痴漢により鬼と化した JK に殺される。あれは元からだよ。いやーデッドハードだ。ハッハッハッハ。まだ捕まるわけにはいかない。仲間のためにももっと時間をかけ。しさあ、まだだ、まだ霊夢ちゃんは終わらん。何をするつもりだ。霊夢ちゃんはただでダウンする玉ではない。必殺ローアンズルカメラ。待て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 、消される。これは結構早い段階で消される。バスにも見せて。お前急に喋ってんじゃねえよ。おいやめろ。マリサ黒だったわ。結構エロくてさ。ふう、すぐ救助が来てくれて助かった。まあ救助が女性ならなおよしだった。見境がなさすぎるだろ。てか今回は相手がフランクリン持ちだからコンセプト丸つぶれなんだけど。なんでコンセプトつぶれた動画を採用してんだよ。まあ私以外全員アイテム持ち込みだったからね。そりゃそうなるわ。しかしリンちゃん甘かったな。今回私は泥棒構成。落ちたアイテムの位置が丸見えなのさ。人のアイテムで回復するの気持ちいい。どこまで落ちれば気が済むのか。あらこれもしやあなたの。でもこれは私が拾ったから。本人の目の前でアイテム使うの最高だな。そろそろこいつ死なねえかな。残念だったな。死ぬのはあのローリーだ。さて残り1台だし私は出れるかな。こいつ仲間が死ぬことに慣れてやがる。さてこの地味にさっき引いておいた紫工具箱で爆速で修理しよう。残念、足跡を割れていたようです。いやあ、なんでだよ。なんでこの状況で発電機触ってないやつ追ってくるんだよ。原因はお前の右手だろ。こうなったらリンちゃんに突撃するしかない。だからなんでだよ。おっさんの JK に対する執念に勝てるわけもなく。読み負けただけだよね。あ、今回の動画は下ネタが多いからイヤホンして一人で見ることをおすすめします。圧倒的事後報告。周りリングで見て親と気まずくなったりした人はコメント欄でコメントするんだ。何か対処があるのか。それを見て中の人が笑います。ただの米稼ぎじゃねえか。おっとそろそろヤバい距離だな。うおうおう、9000回デッドハード。しかしキラーはフラズーフフ。なんだその余裕は。マリサ晩作釣ったわ。ただ諦めただけじゃねえか。ナイス救助だ。今回は男でも許してやろう。どういった心境の変化だ。いやくっそキャンプされてたからね。結構ピンチだったじゃねえか。ヘラヘラしてんじゃねえよ。でもこれで私もリーチだし先に回復を済ませたい。確かあそこに治療キットがあった。なんだかんだコソ泥の本能大活躍だな。状況に応じて考えたり使い分けたりするのがなんかすごい楽しいです。こいつだけ DDD の楽しみ方違う。よしそろそろ回復終わる。ギリギリ足りねー。さてここで見つかると即ダウンだぞ。仲間、どこかに仲間はいないのか。仲間はお前が見捨てたんだろ。あー、ま、ここにまだ落ちてるの知ってるんだけどね。ジャバンオツ。はい、そんなわけで通電したので絶賛背中を守り中。誰が絶賛したのか。むむ、このタイミングでのダウンはまずい。肉壁行ってきます。無理だったわ。そしてゲートへ一目散。
ははははは、次のカットで脱出していると思った視聴者諸君、なんと今回は見捨てません。残念だったな。予想が外れたやつはコメントでござる口調な。おいやめろ、誰がそのコメント確認するんだよ。最近コメント多くてなかなか返せてないのに増やす。よっしゃ回復終わり、救助に突撃するぜ。でもどうやって救助するんだ、バチバチにキャンプしてるぞ。ふふ、今回重要なのはコンビネーション。さっきの人とか、さっきの治療で打ち合わせはしてある。ボイチャか？いや、アイコンタクト、だができるはずだ。よし、今だ救助するんだ。いやでもあれじゃただの無理救助になるだけだろ。はははは、甘いぞマリサ、私は知っている。さっきのキャンプからの救助で、今救助した彼には、フォロータイムがついていることを。なるほど、フォロータイム値が分かってて、お前がわざと切られて隙を作ったのか。というわけで脱出、今回はちゃんと仲間も救ったぜ。まあ私はローリーを見捨てたのは忘れてないけどな。記憶よくよしよ。はい、そんなわけでやってきました2試合目。ゆっくり霊夢ちゃんだよ。ゆっくりマリサだぜ。よしおです。さあ今回も泥棒構成で脱出。待て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 、何？動画の入りって結構大事なのにどうして話の腰を折るんですか。なんでちょっと切れてんだよ。これだから素人と仕事したくないんだよね。誰だよお前。誰ってそりゃ記憶よくよしおだけど、こんなとこで新キャラ出してくんじゃねえよ。あとよしお超えたけえな。いや今日思いつきで出てきたやつをしばくんじゃねえよ。思いつきのやつを動画に出してんじゃねえよ。さて今回のキラーはトラッパーか。上の小屋にトラップ仕掛けていったな。よしよし紫治療キットか。これで多分回復は大丈夫かな。さてお次のアイテムは微妙だな。次行こう。さてアイテムを漁ってるだけで発電機が1台つきました。工具箱か。まあトラッパー相手ならハマりそうかな。採用。面接か。今回はオファリングで箱を1つ増やしました。ゴミだな。これじゃない感がすごい。そろそろ働かないとデドバニートになりそうだな。発電機でも触るか。ここで仲間と合流。お、そうだ、そこの君、この緑工具箱をあげよう。あ、そういうことか。私はそこのゴミで修理をしよう。二人で工具箱使えば相当早いな。こういう協力も泥棒構成だとできる。さて一人釣られたけど真ん中を爆速で修理完了。さあ待ってろ、霊夢ちゃんが華麗に救助するターンだ。キャンプされてるけど霊夢ちゃんなら救助できる。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 油断したー。くっさ。笑ってんじゃねえよ。うおー、なんかあそこでわちゃわちゃしてる。参加したい。もっと企画で動画に収めたい。投稿者みたいなこと言ってんじゃねえよ。動画投稿者なんだよ。まさかの逆ギレ。くそ、救助が終わってしまった。交換になったみたいだな。とりあえず回復しよう。いやー治療キット取っててよかった。紫だと治療も早くていいな。そして仲間が一人天に召されたわけなんだけど。なんか心音近くね。やばい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 。あ、これバレたわ。ひー。ちら、大丈夫だったわ。ただのビビリである。とりあえず回してたら通電しました。あれでも一人担がれてるな。でも今回の霊夢ちゃんは救助意識高めだからな。まずトラッパーはゲートに罠張られる前に開けちゃいます。寸止めしたせいで出れないなんてこともあるからな。そして脱出します。なんでなん。はぁ、たかだか1回見捨てた程度でそんなに怒らなくてもいいじゃないか。少なくとも2桁は見捨ててるよね。マリサ、生きるってことは屍を越えていくことなんやで。鼻から下を埋めるよ。毎回脅しが怖いんだよ。さて今回のアイテムガチャは、マップか。今さっき破滅壊れたところじゃねえか。しかも緑。つまりはゴミ。さてお次は何じゃろな。イベントアイテムだな。まあ回復できる支給代点かな。そして最後の箱は何が出るかな。勝ち申した。だあはっはっはっは、もらった。しかもキラーの位置がわかるアドオン付き。これは脱出いただきました。ほら視界が悪いこのマップでも、どこでチェイスしてるか丸わかり。私は悠々自適に発電機修理ができる。ほら救助だってこの通り、見つからずに救助に向かうことができる。やって救助しようとしたら見つかった。いってぇー、このハントレスを上手ですね。きつい、拾う斧じゃないだけマシだけどきつい。板の場所がわかんない。うおー、板はどこにあるんだ。ハントレス相手だと窓枠は越えれないし。いやー、機械、あ、でもここには板があったはず。ちっちゃかった。なに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 ？急に何？霊夢が釣られたぞー。いやそんな喜ぶことじゃねえだろう、うるせえな。っていうか泣くほど？お前がうまくいってるところなんて耐えれるわけもなく。耐えろ、そこは耐えろよ。なんか途中から喋らないと思ったらこういうことかよ。こういうことでした。いや救助してくれるのはありがたいんだけど、これ来てるよね。めっちゃ戻ってきてるよね。でもこの人きっとやり遂げるついてるぞ。待って、まず離れよう。絶対来てるから。ウサちゃんの鼻歌ドップラー効果。ちょっと高く聞こえるな。いや間に合わないって、ずさんのせいで治療遅くなってる。いやー、ここでストライクアピール。殴っても関係なく終わった。この試合は終わった。クソ、あと一つ発電機がついていればハッチ探して脱出できてたのに。まあここまでタナトにずさんが刺されば回らないよな。しかし霊夢ちゃん復活。霊夢ちゃんがこんなところで死ぬはずがないんだよな。あー、即落ちにこま。もうやだ、逃げれるビジョンが見えない。ここの発電機つけてもまだ1台直さないといっ。こっちだ。急にどうしたんだ。私には感じることができる。ハッチの冷圧を。ハッチの冷圧？そりゃハッチ違いや。まさかはいたばかりの。あったわ。あるんかい。さて問題はここでどうするか。まあ仲間が来るまで近くの発電機直しとけばいいんじゃねえか。まあキラーが来るまではいいかな。通電しちゃった。回しきれちゃったじゃねえか。さてここでまた問題が。救助どうしよう。
畜生坊。わかったよ。行けいいんだろ。ほらお前、救助されたらこっちに走るんだぞ。うおー、鼻歌聞けー。怖い、こんなとこで見つかったらハッチまで行けない。フラグ回収をつ。いやだー。きついきついきつい。引っかかったら終わる。後ろを見る余裕がねーよ。ハントレス戻らず追ってきてるな。いやー、助けて。斧を構えたぞ。さすがにこの距離当たるまい。危ねー。もう無理、霊夢ちゃんを打ち返る。結局いつも通り。